午後3時、ブレス浜松の新体制の発表会見に臨んだのは、バレーボール元日本代表でオリンピック3大会出場を果たすなど、エースアタッカーとして活躍した大林素子さんです。浜松を拠点に活動する市民球団として、2012年に設立されたブレス浜松は、より一層のプロ化や V2 優勝を目指そうと、プロでの豊富な経験やチャレンジ精神を持つ大林さんをゼネラルマネージャーに起用しました。ブレス浜松の印象について、勢いがあり地元に愛されているチームと話す大林さんは、アドバイスや相談など選手の力になりたいと抱負を語りました。浜松市の皆選手が本気になって、フロントも本気になった、本当に飛び出す時だぞという覚悟を感じたので、私もじゃあ何かやってやろうじゃないかという思いでおります。浜松の皆さん、そして静岡県、そして全国に知ってもらえるようなチームになるお手伝いをまずはしていきたいと思います。来年10月には V リーグが再編され、世界最高峰を目指す SV リーグが発足する予定で、参入を目指すブレス浜松にとって大林さんの存在が大きな力となりそうです。さて、改めてブレス浜松について説明します。バレーボールの国内最高峰の V リーグですが、男子がこのように3部制ですね。そして女子が2部制となっています。男子1部にはですね、三島市を拠点としますトーレアローズが所属していて、そしてブレス浜松はこちらですね、女子2部に所属しています。そして来年10月からはですね、男女ともに、今の V リーグの上に世界最高峰を目指す SV リーグが設置され、2部制に変わるということでございますが、こちらが SV リーグですね。大林さん、この SV リーグとはどんなリーグになるんでしょうか。はい、本当に世界最高峰を目指す、もう世界一の、ね、バレーボールのリーグにしようじゃないかと、規模も拡大させて、でプロ化ということよりも、今やっている状況で新たなホーム&アウェイですとか、いろいろライセンスを取って一つの大きなまとまりにしていこうじゃないかというところですね。そして大林さん、ブレス浜松のゼネラルマネージャーとしてこの SV リーグへの参入を目指すということになっていくんでしょうか。そうですね、それはそうですよね。そのタイミングになんかなってしまいましたね。多分このニュースで、大林がみたいな方が多いと思うんですよ。ちょっと私もキャスターはやってるんですけど、現場というかチームに入ることは今までなかったので、なので私が一番驚いてるんですけど、新たな挑戦をする何かきっかけにというお話をいただいたので、本当に込んだという感じ、でそのくしくも SV に挑戦するとしていうことで、ちょっと責任も感じておりますね。だって協会の広報で、そしてチームの GM で、そして何といっても女優業も忙しい大林さん、そうです。どこに自分がじゃあこう休む暇というか、はい、どうやって時間を分散していくのかなと思って、わらじ的には本当に、例えば会津大学で、ね、バレーボールを教えてたり、わらじがたくさんあるんですけど、でもできることをすべてやろうと、まずは浜松でバレーボールの応援をしようということで、ちょっと私も覚悟を決めたので、55歳55の年、55の年に、はい、です、はい、だからここ今日ご縁かなという感じで、まだ浜松の皆さんにはちょっとね、静岡の方にはちょっとなんでと思われてるんですけど、私もいろんな活動で皆さんに知ってもらえるように頑張ろうと思います。ちなみにそのチームとしては、まずどんなところに力を入れていきたいですか。まずやっぱりブレス浜松を皆さんに知ってもらう、まず知ってもらう広報的な活動をしながら、強化のことは私は今は立ち入ることはなくて、ただ選手がやっぱりいろんな悩みですとか、トップリーグに行くにはどうしたらいいかって、そういった相談窓口にはなりたいなと。あと選手、いい選手も欲しいし、育ってほしいし、育成の方もお手伝いをさせていただきたいなと思います、ね、そういう育成の面という意味では、本当にブレス浜松は市民球団ということで、選手の、ね、獲得がまあ難しい面もあるかと思いますが、どういうふうにそういう育成面に携わっていくかというのも、我々としては注目ですよね。まずジュニア時代から、そこから の指導を含めて、もう最初から見て、離さないと県内に行かせないみたいなところも大事ですよね。はい、ちなみに僕福井出身なんですけど、若泉選手がね、新人賞を取りまして、注目の選手もいますけれども、山本選手が県内出身の選手もいまして、やはりそういう、県内の部分にも注目してもらいたいですよね。そこは大事にしながら、やっぱり他県からもブレスでやりたいという選手いるので、もっともっと窓口を、ね、広げていく役割ができるんじゃないかなと
思ってます。